一般的な貴公子のところがこの位置で花の葉がきちっと上下噛んでるっていうふうな話、実際もだけど私が言ってるのはここじゃなくてここれで見れば黒線と上の黒線と下の黒線はきれいに合うと思います。ところがフリーハンドで長年の技巧士はこれが正しいという位置でこれで物を持てて作るんです。だけど私が欲しいのはここからこんだけここからこんだけその位置で作ってくれれば今回の競争側の部分が発生するということはありえない。横にずれたままの状態で作ってて本来の正しい適正位の状態で噛もうとした時にぐにゃっと力が加わる、いわゆるここの舌層後頭頂のところに力が加わるから剥げ落ちるようにここが発生します。エリバジュです。